平成の歌姫と呼ばれ一世を風靡した。浜崎あゆみ。派手なルックスと抜群の歌唱力で、たくさんの人を魅了してきました。現在も歌手活動を続けており、派手なルックスも健在。少女の頃からキッズモデルや女優として活躍していたようですが、歌手浜崎あゆみがデビューしたのは1998年。1999年に発売したアルバム A Song for ×× は、約150万枚を売り上げ、オリコンチャート1位をファーストアルバムにして初獲得。独特の歌声と可愛らしいルックスで、次々とヒット曲を生み出し、平成の歌姫と呼ばれるまでに、浜崎あゆみのファッションやメイクを真似する女子高生が急増したことから、女子高生のカリスマと呼ばれた時代もあります。歌手としてだけではなく、ファッションリーダーとしても、数々の流行を生み出してきました。デビュー当時はそんなに胸は大きくなかったと、記憶しているのですが、最近は特に胸を強調するような服装が多く、豊胸したのでは?との噂が流れています。豊胸であろうとなかろうと、30代後半とは思えないキュッと締まったウエストに、大きな胸は魅力ですね。昔から変わらない可愛らしい顔と大きな胸、引き締まった体にエロさを感じずに入られません。平成の歌姫と呼ばれた浜崎あゆみですが、注視 OK との噂もあるほど、大のセックス好き。情熱や愛を歌っていると、自然と男が恋しくなるのでしょうか。長瀬智也と付き合っている頃にも、他の男性にアプローチしたり、破局後も次々と熱愛報道が絶えなかったりと、自由奔放な恋愛を楽しんでいた様子。長瀬智也と付き合っているにもかかわらず、別の男性にアプローチしていた様子を、実際に迫られた男性が語っています。コメントにあるように、浜崎あゆみは激しいセックスがお好み。自分から責めるほど、欲が有り余っているようですね。しかし、この日は男性の方からストップをかけ、セックスまでは至らなかったんだとか。それにしても、自分から相手の服を脱がせるほどの、浜崎あゆみの欲に驚きを隠せません。浜崎あゆみが注視 OK と言われるようになったのは、この男性とのセックスの様子から、コンドームをつけずにセックスをしていた二人。それで僕は聞きました。どこに出せばいいって。彼女は好きにしてと言ったので、僕はそのままフィニッシュした平成の歌姫が、好きにしてとは、泣かしをされても兵器と捉えられても仕方ありません。実際に中でフィニッシュしているようですし、泣かしが好きなのかもしれませんね。またその後もこの男性と何度か密会をしていたようです。浜崎あゆみは、見た目の派手さや胸を強調した服装を好むことから、かなりのセックス好きで自身が一番でないと嫌なタイプ。さらに、恋焦がれる様子を歌うことが多く、男性に依存するタイプだと思われます。PV でのキスシーンはあれども、ラブシーンを演じることのない浜崎あゆみに、関してエロさを感じられるのは、普段のセックスが活かされているのかもしれませんね。ちなみに、浜崎あゆみは10月2日生まれ、天秤座の A 型。天秤座で A 型のセックスの傾向は、好奇心旺盛で相手が喜ぶテクニックを研究するのが好きなんだとか、この天秤座 A 型の好奇心旺盛な部分が、浜崎あゆみのセックスにおいてのサービス精神が、旺盛な部分につながっているのかもしれません。浜崎あゆみがたくさんの男性とセックスを経験しているのは、好奇心からということなのかもしれません。浜崎あゆみと交際していた相手として、一番有名と言えるのが、時男の長瀬智也。
2001年に熱愛が発覚し、結婚秒読みとまで言われていました。しかし2007年に破局してしまいます。二人のタトゥーを合わせるとハートになる。というお揃いのタトゥーも有名。現在、浜崎あゆみのタトゥーはハート型に書き加えられており、長瀬智也のタトゥーの現在は不明です。しかし破局の決定的な出来事は、浜崎あゆみの浮気と言われています。長瀬智也の目を盗んで、男性にアプローチをしていたことがバレたのだとか、優しい長瀬智也のセックスでは、物足りなかった結果なのかもしれません。宝石デザイナーとして活躍している、ジェイソン・パーク。彼との交際も、浜崎あゆみがアプローチしたことから始まります。実は、中止 OK の噂が立ち始めたのは、このジェイソン・パークの証言から、長瀬智也との交際中にもかかわらず、浜崎あゆみが一目惚れをしたと迫ったようです。有名ブランドのデザイナーであるティム・マックガー。長瀬智也との交際中にティム・マックガーと、婚約指輪や結婚指輪を購入したとの噂もあります。ティム・マックガーとの交際は数ヶ月で破局。ティム・マックガーの話題作りでは?との声も上がっており、真相は不明です。ティム・マックガーとの破局後に浜崎あゆみのそばにいたのが、当時のマネージャー。事務所に二人の関係がバレたことから、別れてしまったようです。浜崎あゆみのバックダンサーを務めていた SHU や、浜崎あゆみ本人が付き合っていることを公表し、話題になりました。ダンサーは足腰が強いため、浜崎あゆみ好みの情熱的で激しいセックスをしていたのかもしれません。また、冗談半分で結婚を考えていることも公表していたので、SHU やとの体の相性は抜群だったと思われます。2009年に熱愛が報道された玉山鉄二。どことなく長瀬智也に似ていることから、浜崎あゆみは長瀬智也に未練があるという噂もありました。公言はしていないですが、浜崎あゆみが飲みの席でポロッと玉山鉄二と付き合っていることを言ってしまったのだとか、セックスの最中も玉山鉄二と長瀬智也を重ねていたのでしょうか。浜崎あゆみ一度目の結婚相手となるマニュエル・シュワルツ。浜崎あゆみの PV での共演がきっかけとなりました。挙式を行ってはいるものの、日本で婚姻届を提出していないことから、法的には二人の結婚は無効となっています。また翌年には離婚するというスピード離婚も話題になりました。離婚した翌年には、バックダンサーの内山まろかとの交際宣言をしています。内山まろかとの破局後、浜崎あゆみ二度目の結婚相手となる。米国人男性との婚約が発表されました。自身のファンクラブサイトにおいて、本人が発表しています。2014年に婚姻届を提出し、米国人男性と結婚した浜崎あゆみですが、2016年には離婚を表明。前回よりは持ったといえども、二度目の結婚もスピード離婚になってしまったようです。浜崎あゆみと熱愛報道のあった男性の一人、内山まろか。浜崎あゆみのバックダンサーとして活躍していました。二人が交際するきっかけになったのは、浜崎あゆみからのアプローチだったといいます。しかし、この時、内山まろかには離婚調停中の妻がおり、さらには婚約中の女性もいたのだとか、女性たちの間に挟まれていながら、浜崎あゆみと交際することを決意したのは、浜崎あゆみの言葉を信じてしまったからだと語っています。また、内山まろかは変わった性を持っていると思わせるようなコメントもしており、セックスに貪欲な浜崎あゆみとの相性は良かったのではないかと考えられます。
お互いにないものを埋め合うための行為がセックスだったのでしょう。二人は三ヶ月間同棲していたこともあり、毎晩のようにお互いを求め合っていたのかもしれませんね。また内山まろかは浜崎あゆみに従順だったそうで、内山まろかに対する浜崎あゆみはド S の女王様といったところでしょうか。破局後は浜崎あゆみのバックダンサーを外され、家を出て行き車で生活をするというホームレス状態にまで陥ったそう。しかし浜崎あゆみと付き合えたことは良い思い出と語っており、浜崎あゆみの魔性さが感じられますね。浜崎あゆみのような常に何かを求めているタイプの女性はキャバクラや風俗など夜の街にいる可能性が高いでしょう。心に闇を抱えたタイプや寂しがり屋で一人でいられないタイプの女性は自然とキャバクラや風俗に集まってくる傾向にあります。そのためセックスに持ち込むまでには少し時間とお金がかかってしまう可能性もありますが、このタイプは甘い言葉に弱いのが特徴。基本的に自分を褒めてくれる男性や必要としてくれる男性が好きなので、定期的に通って指名し、甘い言葉や心配するような言葉をかけるようにすると良いでしょう。しかし甘やかしすぎるとお金としてしか見てくれなくなるため、貢いだりするのは NG。 適度に甘やかすのがポイントです。平成の歌姫と呼ばれるほど数々のヒット曲を生み出してきた浜崎あゆみはプライドが高く女王様のような振る舞いが目立ちます。しかし交際した男性には尽くす一面もあり、セックスの際にもサービス精神が旺盛な部分を見せるなど M な一面も併せ持っています。このようなタイプは付き合う相手によって S か M かを使い分けられることでしょう。また面くらいの可能性もあり、過去の男性遍歴はイケメン揃い、外国人男性とも関係を持っていることから情熱的なセックスを好むことがわかります。相手の求めている自分になりセックスを楽しむことができる女性でしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。